者の許可なしにゲームをコピーしたり、ダウンロード、配信するのは絶対にやっちゃダメですからね。皆さん、ご協力をお願いします。バンダイナムコゲームス、バンプレスト。アイドル、それは移ろう時代の幻影、手の届かぬ偶像、一種の形骸化した概念であるが、しかし確かな実態を伴い人々の記憶に焼き付いた、それはやがて伝説とな、望むならば掴み取れ、時代を超える名声を、耳を澄まし聞き届けよ、大地揺らす歓声を、己が存在に全てをかけて走り続ける者、それこそが真のアイドルなり。ただいま。何してた？待っててね、弥生と。このキリリン P に任せといて。絶対トップアイドルにしてみせるから。聞いてねえし。何がどうなってるんだ？会いますよ。会います？アイドルマスター、あなたも一度くらいネットで見たことがあるんじゃないかしら。ああ、アイドルを育成するってやつか。確かアニメにもなってたよな。ほほー、京介氏もアイマスをご存知でしたかな。ゲーム会社のサイトでプレイ動画とか見たことあるかもな。その程度しか知らないけど。さようでござったか。よろしければ拙者が詳しく説明して差し上げますぞ。いや、長くなりそうだから遠慮しておくわ。しかし、京介氏も以前に比べてこっち方面の話題に明るくなってきましたな。まあ、お前らとつるんでいればね。あんたさ、そうやってろくに知ろうともしないって、制作者と弥生さんに対して失礼だと思わないの？そうっすかね。当たり前じゃん。へい、わかりましたよ。このゲームやれってんだろ。そう、わかればよろしい。で、今回はどの妹を攻略すればいいんだ？断然弥生さん。弥生？うん。あ、この子ね。ほら、このたどたどしい感じとか超可愛いっしょ。守ってくれたくなるっていうか、もっと
あ可愛いは可愛いんだろうけどさ。でしょ、もうさ、弥生ちゃんみたいに可愛いアイドルの妹が欲しくなっちゃうでしょ。いや、二次元の妹いらねえから。アイマスは 3D だっての。だいたいあんたシスコじゃないの？超可愛い妹欲しくないわけ？お前と一緒にすんなって。京介氏は三次元の妹の方がいいと言っているのでござるよ。そりゃ拡大解釈だ。妹がゲームのキャラ並みに可愛くちゃ心配事とか多いだろうな。悪い虫が寄りつかないようにするだけでも大変でござるよ、きっと。それってどこかで聞いたことがある話なのだけれど、気のせい？あら、心当たりがあるようね。だってよ、俺と同い年でモデル兼人気ブランドのジュエリーデザイナーだなんて聞いてみろ。妹がそんな高スペックの彼氏なんぞ連れてきた日にゃ、全国のお兄さんが泣いて戸惑うわ。ふーん、そんな動揺してたの？悪かったな。普通よりちょっとだけ妹が心配な兄貴で。別にいいけど、当然のことだと思うし。妹を心配するのもシスコンだって言うんなら、俺もそのうちの一人だってことは認めるよ。ま、そんなわけだから、アイドルの妹なんて持った日には俺はきっとどうにかしちまうって。どうにかしちまうってどうなるの？そう、後をずっと追いかけていくとか、そのくらいはするかもしれないけど。な、いや冗談だけどさ。後追いかけるって、あんたそれただのストーカーじゃん。もしもの話だろ。普段そんなことやってねえし。当たり前っしょ、キモいから家庭でもそんなこと言うな。先輩、また兄さんと呼んであげましょうか。あなたのような変態には兄さんがお似合いだと思うわ。その前に変態と呼ぶのをやめてくれ。まあまあ、お二人とも落ち着いてくだされ。話の流れから察するに、キリリン氏はアイドルの妹に興味津々というわけですな。まあそりゃいたら可愛いし、黒猫氏もアイマスを楽しむことにやぶさかではないと。技術的にすごいと思うわ。好き嫌いという次元ではないけれど。うん、しかしながらお二人の話を聞いていると、お二人はアイマスでいうところの P の立場よりは京介氏を P としたアイドルの立場に思えますか？あ、なんでそうなるわけ？なんというこじつけ。よくわからないわね。理解不能だわ。おや、違いましたかな？お前よくそんなぶっ飛んだこと言う度胸あるな。アイドルになって世間の注目を浴び、なおかつ嫉妬に狂った京介氏に束縛されたい。お二人の力説にはそんな気持ちがにじみ出ていたでござるよ。意味がわかんないんですけど、どうして私がこいつに束縛なんて。であれば話は早いでござるよ。お二人ともアイドルになってしまえばいいのです。人の話を聞け、ぐるぐるメガネ。まあ何はともあれ、こちらをご覧ください。なんだよそれ。アイドルオーディション？さよ、素人でも受けられるオーディションでござる。アオリン、お前また面白がってるだろ。いえいえ、こういう道もあると。拙者はただそう言いたいだけでござるが。ふざけないでちょうだい。誰がアイドルのオーディションなの？もう受けてみよう。あ？何言ってんのお前。別に受けるだけなら何でもないじゃん。ただのオーディションなんだし。ほら、アイドルになってメルルのイベントとかに呼ばれればレアアイテムとかももらえそうだし。あなた本気で言っているの？真面目にアイドルをやる気なんてないのでしょ？あるに決まってるじゃん。
勢いに任せて言っているのではなくて。言ってない。まあ待て、落ち着け。よく考えてみろ。毒もやってたお前ならある程度想像つくだろう。アイドルなんてのはプライベートは制限だらけで、その上好きなことをやる時間だって少ないんだぞ。ずっと待ってたゲームの発売日が来ても届いただけでプレイすることもできない、そんな生活できるのか。でもやってみなきゃわからないし。そりゃそうだな。それとも何、あんた私にアイドルになれるだけの魅力がないって言いたいわけ。あんた思ってるのか。当然。まあまあ京介氏、案ずるより産むが易しと言うではありませんか。ひとまずキリリン氏はこちらのオーディションを受けていただければ良いかと。良いのかよ。正直嫌な予感しかしないぞ。おい、素質があれば合格するでしょうし、なければ当然落選するまで。であればアイドルの生活を語ることすら夢のまた夢ではござらんか。受かるってば。私が受からないはずないじゃん。その恥ずかしい丸顔がどんな風にテレビに映るか見ものだわ。何それ、負け惜しみ。まさかあなたの何に負けて何を惜しむというの。女の子の、いや女としての才能とオーラ。なんですって。手料理も満足に作れないビッチが女としての話なんてしないでちょうだい。あんた自分がオーディションに受かるほど可愛くないからって私に嫉妬してるんでしょ。意味がわからないわね。外見だけが全てではないでしょ。内面だけが全てじゃないっしょ。偉そうに文句ばっかり言ってないでさ、その暑苦しそうな黒いのいい加減卒業したらどうよ。嫉妬も何もアイドルなど興味がないと言っているのよ。そもそも私がアイドルになって誰が喜ぶというの。京都そうなの。ここで俺に振るのかよ。何慌ててんだか。どうせこのクソ猫のことだってもったいないことしたとか思ってるくせに。そりゃあちょっと。そう。にこいつがキモ。あなたこそキモいの極致でしょ。いつまでも先輩につきまとって、その上せっかくできた彼女と別れさせたのはどこのどなたかしら。つきまとってなんかない。あんたらが勝手に別れただけじゃん。人のせいにするなんてまるで若手の安いアイドルのようね。ビッチはビッチらしく週刊誌に載せられて没落の道をたどるがいいわ。あんたこそ妄想にとらわれて人知れず想像妊娠でもしてれば。それも面白そうね。そして私と先輩の子供が新たな世界を滑るのよ。ちょっと待て、いつ俺の子になった。ひどいわね先輩、忘れたとは言わせないわ。お前がそれを言うとシャレにならんから勘弁してくれ。確かにそうね。バカじゃないのこいつ。さてそろそろ話を戻してもよろしいですか。あ、何の話だっけ。京介氏はどちらのアイドルになった姿を見たいかということでござるよ。まあまあ細かいことはお気になさるな。ここは一つインスピレーションでズバッとお答えくだされ。どっちって。キリのだな。うん、ま当然だけどね。どっちかって言われりゃな、黒猫はそういうの向いてなさそうだし。あ、同居法なわけ。いやそれだけじゃねえけど。じゃあ何なの。いやまあなんとか
アイドルならお前かなって気がしたんだよ。その見た目とか悪くねえと思うし。その発言は危険ね。属性的な補正がかかっているとしか思えない。それは仕方がないでござろう。実婚補正も含め、凌介氏はキリリン氏を選んだということで。最低。でもまあしょうがないか。こいつの実婚は今に始まったことじゃないし。もし私がアイドルになったらさ、あんたにマネージャーやらせてあげてもいいよ。はあ？冗談じゃねえよ。な、何その態度。超ムカつく。あんた、私がオーディション受かっちゃいそうだからビビってるんでしょ。ふん、なわけねえだろ。なれるもんならなってみろ。そん時はマネージャーでも付き人でもなんだってやってやるよ。ふん、オッケー。じゃ、そのフレーズ、絶対に忘れないでよね。こっち来て。なんだよいきなり。結果通知。あ？アイドルオーディションの結果通知。お前マジでオーディション受けてたのかよ。当たり前じゃん。まさか嘘だと思ってた。本気とも思ってなかった。それで結果は？はい。マジかよ。どうよ、私のこと見直した？やっぱお前ってすげえのな。当然。さて、ご覧の通り、こうしてアイドルオーディションに受かったわけだ。ああ、言い忘れてたな。おめでとうさん。てかあんた、マネージャーの件忘れてない？いや、忘れたわけじゃねえけどさ。じゃあ何？今さら言い逃れする気？ちげえって。一度言ったからにはやってやるよ。けどよ、普通事務所から正式なマネージャーとかつくんじゃねえの？そんなの関係ないっしょ。そのための素人オーディションなんだから。あ？事務所の方針って一応マネージャーはつくけど、仕事のやり方は私らの好きにしていいんだって。なんだよそれ。つまり放任主義ってことか。そう、逆に言えば何でもできるってこと。そういうわけだからさ、あんたは私が売れるような仕事を取ってくる。私はそれを全力でこなす。オーケー？激しくノーと言いたい。は？どうして？明らかに俺ばかりがこき使われる構図だろうが。でも今さらノーはないから。なんでだよ。あんたの分も契約書にサインしちゃったから。てめえ準備早すぎんだろ。俺の人生なんだと思ってやがる。あんただけにやらせたんじゃ不安だから、私だってやることやるってば。そういう問題じゃねえよ。わかった、わかったよ。やりゃいいんだろマネージャー。マリー、あんまわがまま言うなよな。はあ？基本的にわがままとか言ったことないし、ただあんたの心が狭いだけでしょ。マジっすか。
じゃあ改めてよろしくな、アイドルクリノさん。テンション低っ。もっと盛り上げようとか思わないわけ？よし、そんなら一丁トップアイドル目指して頑張ろうぜ。トップ、やっぱいいわそういうの。Thank you.